I don't mind。 行くぜ、Let's go。 TOEIC の勉強するとき、自分に自信を持つっていうのをすごく大事です。自分はやればできるんだ、もう少し頑張ればできるようになる、解けるようになるって自分の力を信じてください。 TOEIC の勉強やってて、なかなか単語を覚えられないとか、なかなか問題解けるようにならないっていうのが続くと、だんだん自信がなくなってきてしまう時があると思います。そういう時は自己暗示をかけてください。自分で自分に、あんたはやればできるんだよって言い聞かせる。鏡見ながら自分に向かって、私はできる子、賢い子って言ってみてください。それ何回も言ってると、あ、私ってできる子なんだ、賢い子なんだって思えて自信が湧いてきます。やればできるようになるんだって信じることができれば、勉強頑張ろうっていう気になれるんで、ぜひ自己暗示をうまく使って勉強頑張れるように自分を導いてください。12月18日日曜日の公開テストの学内申し込み、今週の金曜日10月7日が締め切りです。受ける予定の人は忘れずに申し込んでください。今週の課題、インターミディエットは出る順で学ぶボキャブラリー990の161番から240番、初心者特急パート5のユニット3、読解特急2スピード強化編の1番から45番、初心者特急パート1、2のパート2プラクティステストをやってください。アドバンストのクラスは初めての挑戦。この本に入っている模試1セット200問解いてください。YouTube に解説動画があるんで、そちらも必要に応じて見てください。あとは自分の弱点を補強する学習もやってください。で、まだ時間に余裕があったら、ABCD のホーム画面からおすすめの問題を選択して、アプリが選んでくれる問題を解いてください。インターメディエット・アドバンスと共通の提出物はスタディログと ABCD のスクリーンショットです。インターメディエットのクラスの人は単語テストもやってください。アドバンスとのクラスは単語テストは任意です。提出期限は10月12日水曜日です。第1週目の単語テストの中で1問正答率が 70% 以下だった問題があります。 Your order will be の後ろに空欄があって、 Within 24 hours arrived left made shipped、 正解は shipped。 Your order will be shippedWithin 24 hours。 Arrived を選んだ人が多かったんですが、惜しいです。 Arrive は自動詞なんで受動態では使いません。これ能動態だったらいいんですね。 Your order will arrive within 24 hours だったら正解です。だけど今ここでは前に be 動詞があって、 arrived って ed 形になってるんで、アライブはこの形では使えません。今週のおすすめ動画、本気で頑張りたい方へ、4分後やる気が出る動画、16時間勉強モチベーションアップに受験生参加型という動画で、受験生が必死に勉強している様子を早送りで流した動画で、受験生自身が自分の勉強に対する熱い思いを書いてる、そのテキストメッセージを載せてるっていう動画で、これ見ると私も勉強頑張ろうっていう気になれると思います。興味があったら見てみてください。この動画は以上です。今週も TOEIC 頑張ろうぜ。 It's alright, make it alright.